アンネ株式会社はかつて存在していたナプキンやタンポンなどの生理用品を製造・販売する会社。1993年に東証一部上場のライオンユナイテッド製薬株式会社と合併した。社名はアンネの日記で月経に関する記述があったことに由来する。日本では平安時代以降長く穢れとして扱われていた月経を アンネの日記では、甘美な秘密と肯定的に表現しており、これが、アンネ社の目指す月経館であるとして社長が、アンネを社名として提案した。1961年、アンネナプキン発売時のキャッチフレーズは、40年間、お待たせしましたである。これは、アメリカでは40年前にすでに、コーテックスという生理用品が発売され、有興女性の80%が、 紙面の生理用品を使っていたことから、アメリカに遅れること40年の意味である。その後、このキャッチコピーに対して、厚生省から、まるで40年間ずっとナプキンの研究を行っていたかのような誤解を与えるとして、改めるようにとの指導があった。そのため、アンネの日と決めました。を新たにキャッチコピーとして採用した。近年ではあまり使われなくなったが、 月経の因語として、アンネという言葉は、この会社名が語源である。1963年、週刊女性に掲載された広告。イラストは、大塚清六ライオン氏会社時代に販売されていた、エルディナップキン。ありがとうございます。